梅雨前線や低気圧の影響で東海地方は各地で激しい雨が降り、昨日の降り始めから今日午前11時までの雨量は岐阜県下呂市萩原と高山市船山で135ミリと、すでに100ミリを超える大雨になっているところがあります。午後はさらに雨が強まる恐れがあるとして、先ほど名古屋地方気象台と中部地方整備局などが合同で会見を開きました。愛知県、岐阜県、静岡県には今日の午後に線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生すると河川の氾濫や土砂災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。東海地方の雨のピークは昼過ぎから夜にかけてとみられ、24時間予想雨量はいずれも多いところで愛知県で200ミリ、岐阜県で150ミリ、三重県で120ミリで、各地で今年一番の大雨になる見込みです。現在岐阜県高山市では洪水警報が出ています。気象台は川の増水や氾濫、土砂災害、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。岐阜県下呂市です。雨足は次第に強くなり、風も時折強く吹いています。傘を差していても横から雨が打ちつけてくるような状態です。また目の前を流れる飛騨川を見てみますと、茶色く濁った水が激しい勢いで流れていきます。近くに住む方は以前飛騨川が氾濫した時を思い出させるような川の流れだと話していました。今後さらに雨足は強くなる見込みで、気象台は土砂災害や河川の増水などに警戒を呼びかけています。以上、中継でした。大勢の利用客が出入りしている名古屋駅です。雨は強くなってきました。東海道新幹線は始発から通常通りの運転で、今のところ大きな混乱はありません。 JR 東海は午前10時15分時点では沿線で雨や風が運転の規制値に達する予報はないとしていますが、外出する際には細心の注意を呼びかけています。その他 JR の在来線、名鉄、近鉄、名古屋市営地下鉄や青波線やリニモなど、いずれも全線で通常通り運転しています。以上、中継でした。続いて空の便と高速の情報です。中部空港では高知空港が視界不良のため FDA の高知便が2便欠航となっています。続いて高速道路です。ネクスコ中日本によりますと、大雨の影響でこの後正午から午後6時の間に東海環状道の内外回り、関広見インターチェンジと山形インターチェンジの間で通行止めの可能性があるということです。変わってこちらは現在の名古屋市内の様子です。雨で見通しが悪くなっています。この雨は今日の午後がピークで、夜遅くにかけて雷雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。大雨や土砂災害、河川の増水、氾濫などに注意、警戒してください。台風情報です。強い勢力の台風1号はフィリピンの東を北東に進んでいます。北寄りの進路を進むと金曜日には東海地方に近づく可能性があるでしょう。この先も最新の気象情報をこまめにご確認ください。